今回は東京リベンジャーズ277話の情報から新しい世界戦での東京卍會の組織図をまとめていきます。皆さんの好きなキャラクターや最終回の感想などぜひコメントお願いします。それでは最後の世界戦について少しだけおさらいです。最終決戦でのマイキーとの戦いに負け死んだかと思われた武道はまさかのタイムリープ。1998年、小一時代にまで戻ります。その時代のマイキーとは初対面のはずが、なんと2人揃ってタイムリープしており、この世界戦では2人でリベンジをすることに。従来通り東京卍會を設立するわけですが、ここでの創設メンバーも変わっています。本来のメンバーはマイキー、ドラケン、バジ、カズトラ、ミツヤ、アーチンの6名でした。ここにタイムリープしてきた武道に加え、武道が連れてきたキサキとマイキーが誘ったサンズが加わり、9名での創設になりました。本来は死ぬはずだったキャラクターも生きたまま、東京卍會はどんどんと勢力を広げていきます。それでは最終的な組織図です。東京卍會、総長は佐野万次郎、喧嘩最強のカリスマ、無敵のマイキー、初代ブラックドラゴンの総長である佐野真一郎の弟でエマの兄です。総長代理には花垣武道、真一郎から受け継いだタイムリープ能力と未来史の能力を持っていました。副総長、竜宮事件、マイキーの相棒として活躍したドラケン、副総長としてマイキーを支えるまとめ役です。参謀は2名います。1人目はキサキテッタ。いろいろな組織のブレインとして長らく敵キャラとして君臨していたキサキが参謀という地位についています。2人目がハンマ修士。キサキの相棒として活躍していた歌舞伎町の死神が同じく参謀になっています。この下には8つの部隊に分かれています。まず1番隊、隊長にはバジ・ケイスケ、マイキーの幼なじみの一人です。見た目通り破天荒な面もありますが、とても仲間思いな人物です。副隊長には松野千冬、武道の相棒として活躍していました。隊長であるバジの腹心のような存在でもあります。次に2番隊、隊長は三谷隆、隊長でありながら手芸部の部長も務めており、初期メンバーの特攻服を仕立てています。副隊長は芝八海、芝三兄弟の末っ子です。幼馴染の三谷のことをとても慕っています。次に3番隊、隊長は林田春樹、東京卍會の特攻隊長のような存在の人物。パーチンの脳みそは空気でできています。副隊長は林良平、パーチンの幼馴染であり右腕であるペイヤンはアホだけど腕っぷしは三谷より上です。4番隊、隊長は羽宮和虎。東京卍會の結成は和虎が9代目ブラックドラゴンと揉めていたことがきっかけでした。副隊長は不明です。5番隊、隊長はサンズ・ハルチオ、明石武臣の弟で千住の兄にあたります。バジと同じくマイキーの幼馴染で、新一郎がタイムリープするためのトリガーでもありました。副隊長には妹の河原木千住、武臣と春千代の妹です。前の世界戦ではマイキーに並ぶカリスマとされていました。1番隊から5番隊までの隊長には新しい世界戦での初期メンバーが配置されています。そして6番隊、隊長は川田奈穂や、副隊長には川田宗也、スマイリーとアングリーという愛称で呼ばれており、東京卍會に加入する前にはスゴアクというチームを組んでいました。次に7番隊、隊長は芝大樹、元10代目ブラックドラゴンの総長であり柚葉と八海の兄にあたります。他に7番隊所属として乾清舟、
佐野真一郎に憧れ、8代目からブラックドラゴンに所属していました。乾茜の弟でもあります。同じく7番隊所属に九井はじめ、乾の幼馴染であり相棒です。金を稼ぐことに長けており、10代目ブラックドラゴンなどいろいろな組織に金をもたらしました。乾と九井が喧嘩するので副隊長はいないようです。7番隊は10代目ブラックドラゴンのメンバーで構成されていますね。最後に8番隊、隊長は黒川イザナ、元8代目ブラックドラゴンの総長で天竺の総長です。血のつながりはありませんが、マイキーやエマの義理の兄です。副隊長は各長、元天竺四天王筆頭で孤児院で知り合ったイザナを慕っています。小学生の頃の竹道の友人でもあります。8番隊のメンバーはこれに加えて5名判明しています。1人目は武藤康弘、前の世界戦で5番隊隊長を務めていた人物で、マイキーを裏切ったことでサンズに切り殺されました。次に灰谷蘭と灰谷林道、たった2人で六本木のチームを崩壊させた伝説から六本木のカリスマ灰谷兄弟として知られていました。そして元ジュゲムの総長である望月幹事と9代目ブラックドラゴン総長のマダラメシオンも所属しています。メンバーから分かる通り、8番隊は元天竺のメンバーによって構成されています。ここまでが最終的な東京卍会のメンバーになります。誰も死ぬことなくブラックドラゴン天竺を吸収した結果、オールスターのような組織構成になっていますね。この2チームは本編では描かれていない最後の戦い卍天国大決戦にて3チームでの構想の末に吸収されたようです。そして日本一のチームとなった東京卍会は188話と同じように解散するという決断をします。188話と277話のシーンを見比べてみると、マイキーの表情や瞳の輝きが変わっていることがわかります。タイトルがリベンジャーズと複数形になっているように、2人でリベンジに成功したことで死ぬはずだったキャラクター含めそれぞれが自分の道を進むことができたというハッピーエンドで完結となりました。最終回を読んで皆さんはどう感じましたか？コメントで教えていただければ嬉しいです。推しキャラなどもぜひ教えてください。この動画が良かったら高評価、悪かったら低評価やコメントお願いします。それでは。